どうも、マスカルフィルムコです。結構ね、思ったよりも、変面、ね、中毒するのに時間がかかったとか、まあ、まだまだですけども、これからもね、頑張っていきたいんで、よろしくお願いします。いやー、もうね、毎日毎日練習してましたよ。もう、毎日毎日ね、まあ、難しいけど楽しくて、うん、なんか、絶対、うまくやってみせる。まあ、うまくできたかどうかわかんないですけどもね。いや、ほんとね、楽しく練習しまして、毎日毎日。まあ、その間ね、まあ、皆さん気づいてるだとも思うんですけど、毎日更新がね、途絶えてたの、ずっとこの練習をしたからです。まあ、衣装が届く前、1年ぐらい前からずっと練習してて、振り付け。で、これですからね。やっぱプロの変面師さんはすごいね、やっぱりね。思いました。好きでね、変面の動画見ててね、ね、黒龍武術団の、ね、団長の高取優也さん見ててね、まあ、すげえなーみたいな、いや、こんなキレッキレなんだと思いながら、自分もやってみたいと思って、ね、調整したんですけど、いやー、さすがプロ。いや、もう全然レベル違う。やってて恥ずかしくて、何本も撮ったんですよ。まあね、あれでもね、100本以上撮ったんですよね。うん。で、変面の練習はもうね、200超えてるかな。もうね、もう毎日毎日何回も何回もやって、もう失敗で、もうね、変面したつもりが全然変面してなかったりね、失敗しまくってね、もう本当にね、大変でしたね。やっぱプロはすごいなと思って。まあ、これね、ビデオ撮りなんでね、まあ、何回かね、今回ね、撮って、わーっと撮って、一番、いいのを出したんだよ。いいのでそれかって言うけど、いや、いいのであれでしたね。いやーもうね、ずーっと何回も撮って、もうこれ限界かなと思って、もうね、もうとりあえず出しちゃいましたけど。やっぱプロはすごいよ。で、若いでしょ、みんなね。おじさん今年で58になるんですけども、いやー、50の手前っていうかね、もう体が動かないですよね。うん。いやー、まあね、でもね、ほんとね、やってよかった。やって初めてね、凄さがわかる。見てて、わ、すごいなと思ってたんですけどね、やったらもっと凄さがわかりますね。うん。ということでね、これからもちょっと変面動画をね、ちょくちょく出していきたいと思いますけども、まあ、プロの方みたいにね、プロになりたいんですけど、まあ、一応変面師とは名乗ってるんですけど、いやー、ね、どうなんでしょうか。それを決めるのは視聴者さんです。また変面の方のね、リクエストが、たくさんあったらまた変面の方もね、やっていきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。またもうちょっと上達したらね、ボランティアで、いろんなね、施設を回っていこうと思ってね、企画はしてるんですけど、まだまだそこまでね、達してないっていうかね、人前で失敗したらちょっと大変なんで、まあ、一応ね、第9中国国家機密ということで、変面の仕掛けはね、バレちゃいけないということでね、バレないようにやるのが、まず大変ですね。一応ね、この、まあ、この変面ね、するにあたって一応契約してるんでね、変面のこの謎、なんていうか、まあ、ね、秘密は誰にも他言無用ということで。聞かれても答えることができませんということで。本当ね、楽しかったです。一番難しかったのはやっぱりね、変面だね。で、今どの面になってるかっていうのを一応覚えるんですけど、覚えられなくて、まあ、ちょくちょく左側見てたでしょ。左側にね、大きな鏡があって、それで今どんな面をつけてるか確認してからね、こう、待ってたっていうね。まだまだ。まだまだで。一応順番は覚えてたんですけど、なかなかね、まあ、何回もやればやるほど、なんていうのかな、緊張してきて、うまくいかない自分があってね、ほんとね、やばかったですね。うん、ここまでね、難しいもんだと思ってなかったんでね。要はそのね、この変面の衣装さえゲットすりゃ、いや、すぐできるだろうみたいな感じで、すごい軽い気持ちでやったんですけど、いや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 、そんなのね、もうまずね、酸欠になったね。苦しい。面、うわ、
しにくいみたいっていうか、なんか、あの、ちょっと閉所恐怖症なんですよ、私。昔平気だったんですけど、なんかのきっかけ、ちょっと閉所恐怖症気味で、この面被るだけで狭いとこみたいなね。うん、私は日本憲法やってたじゃないですか。あの面でも結構ね、閉所恐怖症のプレッシャーがかかったりなんかしてね、非常に苦しいこともあるんですけども。いや、実際ね、いやー、でもね、かわいいでしょ、この面ね。こうやってさ、いや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 、本当ね、こうやってさ、こうやってかぶれる日が来たんですよ、本当に。やっと皆さんにこう ご披露できたな、できたかなって感じでね。一応ね、私的にはね、まあ、本当は去年ね、2021年の夏にやる予定がね、秋になり、冬になり、まあ、もう、ね、一年、もう、ずれこい、年越えちゃったっていう感じになったんですけど、まあ、なんとかね、お正月にお届けすることができたんで、まあね、お正月時間のある方、見ていただけたらと思うんですけども、これからもね、ガツガツね、いろんなことにチャレンジしていきたいと思ってるんでね、今後ともね、まさがみりほチャンネル、よろしくお願いいたします。いや、これかっこいいでしょ、なんか。かっこよくないですか、この衣装。結構気に入ってる。もうちょっと慣れてうまくできるようになったら、これで街を歩いてやろうと思って。で、変面師が、散歩してみたとかね。なんかコスプレ大会もこれで行ってやろうかなと思ってます。まあ、もしね、その時にあったらちょっとね、リュウホーって声かけてくれたらとても嬉しいんでね。遠慮なくね、お声かけください。いやー、ほんとね、疲れたわ。ほんとね、思った以上に、大変だというのがよくわかりましたね。で、あの、プロの人ってあれでね、あの、若い子なんか走り回ったりさ、お客さんの目の前でやるじゃないですか、パッと。あれね、すごいね、そこまで自信ない。まだこのビデオの中、この動画の中から出れない、私はね。まだリアルで、ショーとこまでいかないっていう、感じですね。うん。で、今後ともね、またあのね、どうなっていくかわかんないですけど、まあ、うまくやってね、ね、本当に、皆さんのね、なんだろう、その、ね、間近で、変面ショーをね、こう、楽しんでいただけるように、頑張っていきたいんでね。これからもよろしくお願いします。グダグダになっちゃったね。いや、でもね、今、やりきった感があるね。ほんとね、もう失敗でね、いやー、難しいわ。うん。まあ、興味のある方は、ぜひ、変面の世界へようこそ。って言ってね、若い子がやって簡単にできちゃったよ、みたいな。まさかみのじじい、お前がどんくせえんだよってなるかもしれないです。まあ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 、その時はその時でね、そのね、できる人が素晴らしい。ということで、僕の大好きな尊敬するね、大先輩も、今日は若いんですよ、大先輩の、高取裕也さんのね、リンクの方、下の方に貼っとくんでね、本場門を見てください。あとは私の動画と比較しないでください。まあそんな感じですけどもね。今回はBGM はね、フリーのやつを使わせていただきましたけども、今後ね、まだちょっとね、ちょっと話が通ってないんで、変面のあの音楽ね、本当はあの音楽の方が盛り上がるとは思うんですけども、動画でね、私収益化してる以上ね、ちょっとあれはちょっと許可なく使えないなっていうね、判断のもとにBGM ね、フリーのやつを使わせていただいて、ちょっとね、あれだったんですけども。まあ、何回も私は練習してるんで、まあ、弾き慣れてるんで、踊り慣れてるんですけども、実際そのね、変面の音楽を聴いて変面を見た人たちはちょっと、違和感があったかもしれないけど、そこんとこはね、どうもすいません。ということでね、今年もね、いろんなことにチャレンジしていく、58歳、今年58歳ですよ、もう。60までにまだまだやりたいことがある50歳でございますけどもね。皆さんもね、健康に気をつけて、良いお年をお迎えじゃないよね。お迎えじゃない。もう年明けてるから。今年も頑張っていきましょうね。それでは、長々とぐだってしまいますけども、これにて、まさがみりほチャンネル、また来週ということで。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。意外と。
意外と自分で言うのも似合ってると思います。